おーい、待て待て、なんだなんだ、なんで私がいきなり終われなくちゃいけねえんだよこれ。前回の動画からどれくらい時間が経ったかご存知ですか？2ヶ月前だけど、それは私の問題ではねえだろ。前回の動画を見ていない視聴者さんに説明すると、このゲームはマッチョから見る。中心は前回。そんな説明で視聴者さんわかるわけなくない？私たちもこのゲームあまりよくわかってないじゃん。それもそうだな。私たちは分かってないとダメじゃない？マリサさんがうるさいので、もっとしっかり説明しますね。殺すぞ。沸点低すぎて草。実は残業させてくるマッチョ上司から逃げて退社するゲームです。もはやそのストーリーおざなりになってるよな。ちなみに退社するにはカードが必要なんだけど、一定時間を割れないとカードが落ちません。要するに脱出するのに絶対一度は追いかけられる必要があるってことだ。泣きたくなってきた。そしてここが出口らしいけど、カードがないから出れないね。もう一回追いかけられてきてください。マジでマッチョに嫌悪感抱き始めてきた。風浪被害もいいところ。これ何が怖いって、節電ガチ勢なのか知らんけど、暗すぎて見えないんだよ。密室、男同士、何も起きないはずがなく。残業かな？一応音で大体の場所はわかるんだけど操作が難しい。入れたよ、これ暗闇からぬっと出てくるやつ。いきなりクソデカ BGM 流れるから心臓3回止まったわ。成仏してくれメンス。だがしかし一応足はこっちの方が速いから、つまらなければ逃げれる。そして今度はこっちが追いかける側になります。そんなルールは存在しない。でもこれ相手の場所わかってるだけでだいぶ安心だからな。こうやって3歩下がって5歩下がればいつかはカードを落とすでしょう。絶望の365歩のマーチやめろ。ちなみに巡回中は後ろ振り向かないとは。はい、もうわかりましたわ。わかりました、わかりました。ノートパソコンって反対に曲げればへし折れるよね。物理で殴るのやめろ。まあ、そろそろクリアしたいな。まず始まったらダッシュをノーモーションで行います。そしたら右の角を曲がります。すると目の前にマッチョがいるので、エンドリンを右に。突然で草。これがシーフードカレーの作り方。頭が痛おかし。はい、探索を続行していきます。どんどん暗闇の中を進めば、いずれは道が開けます。向こうには光輝く未来、など存在せず、などにデカったマッチョの輝きでした。光に集まるがかな？ということで逃げていきます。目の前暗すぎて自分がどこにいるのかもよくわかりませんが、とにかく走ります。足を止めればすなわちしぞ。できるだけ遮蔽物に身を隠しながら逃げ、全然遮蔽物ねえなここ。ソファーもベッドも全部丸見えなんだわ。そして入り組んだおもちゃ機体、闇を感じる。だがしかし割とここはノリと勢いでなんとかなったりします。解説する気みじんもないだろ。まあ別に最初はいいんですよ。なぜかというと、スポーン位置が大体把握できるからですね。でもここから暗闇の中カードを探したり追いかけられるのが苦痛。ストレス系グソ？ないな。ないな。まだカード落としてないんじゃない？諦めて追いかけられてきなよ。あ、カードだ。スマホですね。うん。これはどう見てもか。こんなとこに置いてあるわけねえだろしね。ちょ大丈夫そ？まあ仕方ないので探していきましょう。ようこそ地獄へ。言っているのはお前定期。はいはい、マリオカートのプロなめんじゃねえぞ。やったことありましたっけ？大桜さんのマリカ実況は履修済みだぜ。参考にしちゃやばいやつでくさ。これ思ったんだけどさ、馬車馬みたいに働いてる社員が走ってるし、馬娘じゃね？さっきからちょくちょく火種になりそうな発言するのやめろ。何度も壁に体こすりながら死ぬ気で逃げております。どうも、ゆっくりマリサです。挨拶絶望的に遅すぎでは？はい。巻いたのでチャンネル登録よろしくお願いします。ゆっくりマリサです。頭大丈夫そ？という冗談はさておき、結構追われたしカード探すか。え、あ。はい、いやー、いやー、やっとこれで脱出できるんだぜ。動機に訴えるわ。何するだー。ミスです。ということで、このゲームもクリアしたということで、楽しかったですか？二度としたくないですね。まあ絶望的に下手だから時間かかっただけだと思うんで、上手い人はすんなりと楽しめるんじゃないかなと思います。まあこれを個人が作って無料で配布ってかなりすごいからな。したくないけど、とまあ前回からかなり期間空けてしまいましたが、今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とか評価もどしどし待ってるんだぜ。